はい、どうもこんにちは、こんばんは、ねんです。今回はですね、リクエストをいただいてたフォンファルシア、こちらに乗ってきました。で、前半の2試合が固定の動画となってまして、後半の2試合がシャッフルの動画ですね。なのでどちらも見てほしいっていうのと、あと一番最後にこの4試合終わった後におすすめの永続の入り方、こちらなんかもちょっとね解説しますので、興味ある方はそちらまで見てください。はい、で画面にですね、今青くて丸いのが出てますが、こちらはアイトラッカーと言いまして、今プレイヤーがどこを見てゲームしてるかを、表示させてくれてるって感じですね。なのでまあレーダー見るタイミングとか武装欄見るタイミングっていうのも参考になるかもしれません。はい、そこら辺もちょっとね注目して見ていただけたらなと思います。じゃあね、機体について触れていこうと思うんですが、まあ使ってみた感想、この機体めちゃくちゃ強くねって思いました。てかこの機体がね、環境入ってないのって相当周りの機体ぶっ壊れてんだなっていう印象を受けました。はい、個人的にはねかなり使いやすかったですね。やっぱりあの振り向きアメキャンあるっていうだけでかなり自衛しやすいし、あとねその自衛してる時に出すアシスト、アメキャンで出したアシストがどれも強い。あの左右のアシストでレギルスがね3発打ってくれるんですけど、それも超強いし、あと前特角でレギルスがバリア張ってくれるんですけど、それもねかなり自衛に使いやすいし、個人的にはこの機体、いや環境に入っててもおかしくないんじゃないかなっていうぐらい強いですね。あと通常時にこのファンネルとかも普通にマクタマとかもかなり強くて、おすすめですねこの機体。てかちょっと上が落ちただけでまたこの機体多分みんな使い始めるんじゃないかなって思います。はい、それぐらい強いですね。でこの機体ね、めちゃくちゃキャラのスピードが速いんですよ。まあ強化値はね速いのは当たり前なんですけど、通常時もそんなに遅くないので全然ストレスにならない。相手に追われてても、まあ、こっちが頑張ればちゃんとね自衛できればさばけるぐらいのキャラスペックしてるので、この機体はねなんか使っててストレスがあんまりなかったって感じですね。敵に追われても、まあ、自分が頑張れば逃げれるし、自分が見せれば食らう、まあこれは自分のせいだな、機体のせいじゃないなみたいな感じに思えて、使っててねめちゃくちゃ楽しくて、まあ、今後もね絶対使っていくと思いますこの機体。はい、っていうぐらい面白いです。面白くて使ってて気持ちいいって感じですね。あとですね、この機体前特殊格闘でなんかあのサイコクラッシャーみたいなのが出るんですけど、これがねあの本当に良くないです。あの低コストがこういう武装を持ってるのって結構ダメなのかなと個人的に思います。まあ使ってる側からしたらすごいありがたかったんですけど、まあ相手からしたら相当だるいなと思いますね。特にこの試合とか、もうここね絶対狙われるっていう場面なんですけど、ここでねほらこういう風に置いて先に置いとけば食らうものがないんですよ。あの実弾以外通んないし、実弾も爆風だけ通るって感じなんで安いんですよね。だからまあこういう困った時とかは今みたいにとりあえず押しとけばいいやっていうことができちゃうのが良くない技ですね。まあ使ってる側からしたらすごいありがたいっていう感じですけど、はい、そんな1試合目でした。はい、じゃあ固定の2試合目見ていきましょう。お相手がビルストとオーベロンの組み合わせと。で自分がこの機体使う上で一番気をつけてることがありまして、それをちょっとね話していこうと思います。でこの機体アシスト、通常時3つあるんですけど、この3つって打ち切りでリロードされるんですね。で強化入ってもこのアシストって引き継がれるんですよ。だから残り1個とか2個とか残しておいて強化入ると終わった後にその元々持ってたアシストの数が引き継がれるって感じなんですね。なんですけどこの機体3つ全部使い切った後に強化入ると、強化中もですねアシストのリロードが始まってるので、ちょうど強化終わった頃にアシストがまた3つに回復してるんですよ。でこれがめちゃくちゃ強くて、その強化終わった後にまたずっと自衛できるっていう状態になるんですね。だから自分がよくやってるのは、強化は溜まってるけどアシストがあと1個あるなと思ったら先にそっちを使ってアシストを空にしてから強化入るようにっていうのを一番意識してますね。他にもねこの機体どの武装を打っても結構強いんですよね。例えば通常時のサブシャ、こちらねファンネルで敵に飛ばすか、まあ、自分につけるか選べるんですけど、こちらはね、まあ大体敵に飛ばした方が強くて、まあ、相方負担も減るっていうのもありますし、当たったら強よけだし、このファンネルなんかね、あれどっから撃ってんのみたいな時結構多くて、自分もね、撃たれて結構食らうことあるんですよ。なんで、まあこのファンネルちょっと強いなって感じですね。はい。で、あと CS。通常時の CS ですね。まあ強化中だと下 CS になるのかな。はい。
こちらがね結構差が出るなって思いました。あの打ち方でっていうか、この武装自体が結構打つの難しいんですよ。まあ発生が遅いので、でしかも足止まるんですよね。だから敵にこう見られてるとかなり打ちにくい武装なんですけど、打てたら結構強いんですよ。弾の誘導とかえぐくて、だからこの武装自分が打つときは何を意識してるかっていうと、相方がブーストを使わせてくれた敵に対して打つっていうのと、まあ、相方が狙われてるときに置いてあげるって感じですね。この2点を意識するだけでかなりあのヒット率上がりました、自分は。はい、って感じですね。あとは強化中の、ラインファンネルとゲロビの使い方なんですけど、ゲロビは前捨てして打つのがやっぱね強いです。なんですけど、自分はいつもですね格闘振って前捨てゲロビとかはやんないようにしてます。まあ、これね上手い人ね、格闘を見せちゃうと、あゲロビ来るなって警戒されちゃうんですよね、上手い人に。だからまあよくみんながやってる横得で近寄ってって前捨てゲロビとかっていうのはやんないですね。いきなり前捨てしてゲロビやるように意識してます。でじゃあどうやって近づくかっていうと、ラインファンネルなんですよね。このラインファンネルが回転率めちゃくちゃ良くて、リロードも確か5秒とか6秒とかなのかな。だから結構ねリロード早いんで、そのラインファンネルでうまく近寄ってって最終的に前捨てしてゲロビと。はい、この試合もそうですね、こんな感じで普通に、まあ相手は今ねオバヒギリギリだったので当たったんですが、ああいう風にいつも打ってます。はい、じゃあちょっとね固定の試合終わったのでシャッフルの試合見ていきましょう。3試合目見ていきましょう。お相手がササビとオーベロンの組み合わせで、こちら相方はブリッツですね。で強化中のラインファンネル、自分がよくやってる当て方っていうのがありまして、そちらをちょっと紹介したいと思います。どういう風にやってるかというと、ラインファンネル基本的に普通に打っても強いんですけど、自分はよく流れ玉狙いで、ラインファンネル打ってますね。移動した先に置くような感じですね。この後やるんでちょっとね見ていただければなと。はい、オーベロンに打ってササビに当てる、これ狙ってます。であのササビは今右に行くっていうのがもう読めてたので、オーベロンが右にいたので、そっちに対してラインファンネル出して移動した先にも置いとくって感じですね。これはめちゃくちゃやります。でこれはねあのラインファンネルだけじゃなくてゲロビもこういう風に打てるので、でこの機体ねゲロビとの回転率とかかなりいいので、どんどん狙っていきたいなって感じですね。これかなり強い行動なので、使う際は覚えておいて損はないと思います。はい、じゃあ試合見ていきましょう。相方の方が116で覚醒溜まった状況ですね。で自分は450でまだ覚醒ない状況ですね。ただこれ相方のブリッツの方が落ちてくれれば覚醒溜まるので逃げたいところ。さあオーベロの5射回り、なんとかササビダウン取れて、オーベロにもゲロビ入れて覚醒溜まった。さあここね強化中だから大丈夫っしょみたいな感じでちょっと過信しすぎてね被弾してしまいましたね、覚醒使う前に。はい、でここ覚醒入ってオバヒギリギリまで動いたササビをしっかり取って出し切って、ビリ角出し切りですね。で強化も終わったんですが、ちょっとこう減りたいので前に行って、今のガード本当反応早すぎじゃない。はい、でラインファンネル当てていい感じですね。あそこでゆっくりやってしまうと相方の方がすごい狙われてしまって、強化入る前にね結構削られちゃうとまずいんで、あそこはちょっとね減りに行ったとこですね。はい、でここはもう見られていいので落ちに行ってあげて、前に出て落とされて完璧です。で相方の方も覚醒溜まったと。で相手が覚醒まだ持ってる状況なので油断はしたくない。で覚醒入ってきたので、ここアシストねちょっと怪しかったので先に入って相方の方を見てあげてゲロビ差し込んで試合終了と。完璧ですね。ただねあの1機目の M 覚醒が400ちょいで溜まってたので、本当はね理想はそこで吐きたかったですね。ちょっと過信しすぎました。じゃあ次の試合いきましょう。じゃあ4試合目ですね見ていきましょう。お相手がターン A とハイペリオンの組み合わせで、こちら相方エクシアと。でこちらがですね2002号のペアなので、強化入ったらガンガン前行くっていうのを意識してます。じゃないとエクシアがね結構差し込みに行けなかったりして火力負けしてしまうなんてこともあるので、そこは意識してましたね。あとこの試合の中盤ぐらいに理想の永続の入り方っていうのもやってますので、そこら辺をねちょっと注目して見ていただけたらなと思います。じゃあちょっと試合に触れていきましょう。強化入ったのでここは強気にゲロビこすりに行って、まあねダウン取られてしまうんですが、起き上がってもう一発ゲロビを押し付けるとかなりダメージ入れれましたね。あとは強化終わって食らわないでやり過ごしたいところですね。さあここはアシストと一緒に固めて、でこのゲロビは見てからふわ捨てして、
で覚醒入ってきたので、ここは停滞ドラつけてやり過ごそうと思ったんですよね。なんですけど思ったより発生が遅くてうまくいかなかったと。で265まで減ってしまったんですが、ここわざとマシンガン食らいに行きます。はい、この食らい方ですね、後でね詳しくこの試合終わったらエンディングの方で解説していくので、そこも見てください。これが理想の永続の入り方ですね。でこれがダメな食らい方です。はい。でね、80で覚醒溜まってるんで、まあこれ絶対使いたいですね。使ってちょっとダメージ入れて落ちてあげるのが理想ですね。そしたら相方も覚醒溜まるので、まあいい感じに働いた後に落ちるっていうのがね理想です。はい。でまあゲロビン2発入れて、まあまあまあ十分でしょう。でここ相方まだ覚醒ない状況ですね。でまあちょっとね守りに行ってあげて落とされたところで完璧です。相方の方が覚醒入ってくれて試合終了と。素晴らしい。そんな4試合目でしたね。じゃあちょっとね、あの永続の入り方の解説に移りたいと思います。はい、理想のね永続の入り方についてちょっとね解説していきます。こちらはですね、相手の機体がマシンガン機体だったら大体できますね。だ先ほどの4試合目のようにハイペリオンだったりとか、サンドロック、ペールライダー、あとはスターウィニングとか、あそこら辺もできます。でこれが理想の永続の入り方で、このマシンガン系っていうのは一発一発になってますよね。なのでよろけるまでに時間がかかるんですよ。ペールライダーだったら多分3発よろけなのかなとか、まあ機体によって違うんですけど、大体の機体が3発から4発よろけだったと思います。はい。で一発目食らった時にこの永続のモーション入るんで、強化のモーションですね、入るんで、そこで無敵が存在します。このようにだから2発目以降が機体をすり抜けてって食らわないので、まあよろけが存在しないと。だから一発目の15しか減らないでもうこれ永続に入れるので、シャッフルとかだと、まあ2525で組んでた時とか260で落ちてくるんですよ。でこの時に相手がマシンガン機体とかいた場合は、こういう風にわざと食らって永続に入るとめちゃくちゃ強いですよっていう話ですね。でこれがダメなパターンもあるんですよ。できないパターンもあります。でそちらをねちょっと今日話していこうと思います。じゃあちょっとそちらを見ていきましょう。それではね、永続に入るときにダメなパターンも存在しますので、そちらをじゃあちょっと見ていきましょう。上昇して落下してマシンガン食らうんですが、はい、このようにねよろけまで行ってしまうっていうパターンもあります。これはなぜかというと、硬直中ですね。これ今着地硬直にマシンガン刺されてるんですけど、その硬直中というのは基本的にはこういう風によろけまで行ってしまうパターンっていうのがほとんどです。なのでわざと食らうつっても、着地硬直中とかに食らってしまうとこのように普通にダメージ入ってしまうので注意しましょう。他にもねダメなパターンあるので見ていきましょう。はい、じゃあね次のダメなパターンも見ていきましょう。こういうのももちろんダメです。ゲロビーなんですけど、ゲロビー打ってその硬直中ですね、もうこういう風にマシンガン食らっても一発目で永続の強化に入れない、モーションに入れないって感じですね。全ての硬直中は多分こうなるはずです。他にも試したのがこのファネルですね、サブシャのファネルも一緒でした。はい。なので理想の入り方というのがこちらですね。じゃあちょっと見ていきましょう。それではじゃあ自分がいつもやってる理想の永続の入り方、こちらをじゃあちょっと見ていきましょう。で4試合目でねやったやつと一緒ですね。バック BD でマシンガンをわざと食らうと、一発目を。でこれなんでバック BD にするかっていうと、まあボッタチでもいいんですけど、ボッタチだと近寄ってきて格闘とか普通にされた時にやっぱ食らってしまうので、それはねかなり寒いので、だからこう敵との距離を離しつつ、マシンガンの弾だけを食らうっていうのをやるためにバック BD、 横 BD とかだとね弾を避けてしまうので、まあ絶対に後ろに入れ歯を入れましょうって感じですね。これがいつも自分がやってる理想の永続のなり方です。あとねもう一つダメなパターンがありまして、ペールライダーとかのサブシャですね。こちらって一発目から多分よろけなのかな、なんかねこれはダメでしたね。まあ、マシンガンが密集してるとか関係ないと思うんですけど、多分これ一発目でなんかそういうよろけに特殊よろけみたいになってるから多分ダメなんだと思います。まあ一部ねこういう武装もあるっていうのを覚えておいてください。はい、以上が理想の永続の入り方の解説でした。以上4試合とプラス理想の永続の入り方の解説をやらせていただきました。いかがでしたでしょうか。面白かった、勉強になったって方いたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。でですね、チャンネル登録の横にあるベルマークですね、こちらをポチっていただけると、まあ、このように動画上がった際に通知がいきますので、そちらもよろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。